久しぶりのね、後悔しない生き方。そうだよ、後悔しない生き方だ。じゃあ始めます。仕事を好きになれない人は仕事に没頭した経験が足りないだけ。仕事に没頭した経験な。名前はどうなんかな。みんな仕事に没頭した経験とかある？俺はな、まあ今の仕事があなたは好きですかって聞かれたら、自信持って大好きですとはまだ言えへんかな。いやなんかな、いや正直やっぱまだ本当大好きですとは言えへんわ。なんでなのかな。まだ没頭してないってことか。そういうことか。まあ没頭した多分経験が足りないっていうのは、それを続けないといけないんだろうな。繰り返すことでやっぱ見えてくるんやろうな、その先が。なかなかな。いやだって俺な、なんかこうみんな目標とか立てるやん、よく。だ目標で俺今までなんかこう結構ね、離れた目標しか立ててなくてな。月収20万しかない自分が、じゃあ俺は月3000万稼ぐみたいなことを言って考えて、それをなんか目標にしてたけど、いやちょっと遠すぎるよな。遠すぎてな、持たへん、そういうのは。いつもな、いや途中でいつの間にやらなんか消えてたもんな。だからまあ目標っていうのは多分短い方がいいんやろうな。俺やったら今1日な1配信って毎日続けてるけど、まあやっと1ヶ月過ぎて、俺も少しまた少し見えてきたところとかまああんねんけどな。やっぱ短い方が目標はできる。短い方がいいと思うわ。一日自分が、まあ、頑張ってできるかなっていうぐらいの目標でもいいし、いやそれでも難しいって言うんだったら、なちょっとでもいいと思うよな。1時間でもいいからな、ぐーってむちゃくちゃ一生懸命っていうか、なんかもう夢中でやってで終わらすみたいな、それを毎日続ける。多分それ続けてきたら、まあ3ヶ月ぐらい経てば少し変わってきた感じとかすんのかな。俺も3ヶ月かなと思って、3ヶ月やったら何かな、なんかこう違う感じっていうか、今俺が持ってる感情と違う感情っていうのを絶対持ってると思うねんな。それはまあ俺の中では結構ハッピーな感じやねんけど。でまああれ今日何やったかな、今日の話題。あ、仕事を好きになれない人は仕事に没頭した経験が足りないだけだよね。仕事を好きになれない人だよね。って言っても好きな仕事ってないっていう人が結構多いやん。まあ俺もそうやねんけど。まあそういう人はもう本当この前のな対談してくれた奥田さんも言ってたけど。やりたい仕事がないっていう人は、まあ、目の前のことを夢中になったらいいんじゃないですかみたいな。目の前にね、自分のことを必要としてくれてる人がもしいたらな、じゃあその人と一緒になんかこう夢中になってやってみたらみたいなことを言ってて、まあ本当そうだよね。なんか必死で探すっていうこともいいと思うねや。本当に必死で探すならもういろんなことを、まあ、いろんなことに手つけてもいいし、それをな必死で、あこれもちゃうあれもちゃうみたいな感じでな、まあどん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 行動していくんやったら何かこう当たりそうやけど、まあ何もそういう行動を起こさないっていうか、起こしてない人で何か自分のやりたいことを探してるっていうんだったら、まあ、目の前のことに夢中になるっていう方がいいと思うな。そっちの方が早いと思う。ほとんどの人が、まあ俺がな、俺も持っててんけど、やっぱこのやらされてる感っていうのがあったら思んないやん、仕事って。だからな、なんかその経験が足りないだけっていうのは多分いつもやらされてる感ある仕事をしてるっていうか、それ、まあそれは自分中に問題があると思うんだけどな。その中っていうのは
まあやらされてる感っていうのは人に言われたことをやってるだけであって、自分主体でやってないってことだもんね。自分で考えてやってないっていう。そうすると多分同じ仕事でも全然変わってくると思うねんな。主体的にやって自分のためにやってるっていうのは、いやまさしくその通りだと思うね。自分のためにやってんねや。そう、自分のためにやってる。そこをね、履き違えたらな、いくら自分のやりたいことを探してるって言ってても見つからへんな。自分のためにやらないと、うん、自分のために何かやるっていうんだったら、自分のルールみたいなのを作るっていうのがな、目標っていうのはルールなのかな、うん、だからまあそういう短期的なものを掲げてやった方がまあこれもね、ホリエモンさんのやつにも書いてあったけど、まあ、あの人もな、東大受験だったりとか会社経営でもそういう今日一日やることを必死でやるみたいな、長期的な目標を全然持ってなかったみたいなこと書いてあったもんね。それは自分が実践してきたことだからって。まあだから短期で目標を持ってそれをどん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 こなしていくっていう、それを繰り返すことでな、自分の先が見えてくるってことやからな。今見えへんのは当たり前や。とりあえずやるしかない。よし、いってらっしゃい。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。